高田敏子、呼び声。街角や公園などでよく耳にする言葉。お母さん。思わず振り向いてしまうのは私だけではないだろう。おばあさんは思い出す。遠い戦地で亡くなった息子のこと。 若い母親は、ちぶさがきゅっと張ってくるのを感じる。その頃留守番の子供たちも、呼んでいるに違いない。遊び飽きた庭や、食卓の前で、こっそりと、お母さん。母と子はいつも心のどこかで呼び合っている。 若葉がきらりと光ったり揺れたりするのは優しい心がいつも空の下を渡っているからです。